ございますか。というわけで続いては、はい、トークショーを行いたいと思います。実はですね、選手にお越しいただいてるんですよ、はい、マジですか、こんな大変な時に来てくれました。こんな大変な時です。皆さん、本当に地元の方皆さんお分かりだと思うんですが、はいはい、本当に大変な時です。そうですね、上位争いですから、はい、上位争いで来ていただきました。というわけでお呼びいたしましょう。どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。かっこいい。かっこいい。かっこいいな。ありがとうございます。ありがとうございます。よく来られました。のいてください。のいてください。のいてくださいってなんだよ。お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい。サガン鳥栖背番号23、ディフェンダーの岸田翔平です。よろしくお願いします。お願いします。背番号18番、京谷幸喜です。よろしくお願いします。お願いします。もうね、真っ黒に日焼けされてね。そうなんです。またそれが眩しい。ねえ。ザ・現役って感じですね。ザ・現役って感じですか。ザ・現役って感じ。すごい感想ですね。ザ・現役って聞いたんですけど、はい、今まで練習してたっていうふうに聞いたんですけど、ね、今日練習だったんです。今日は9時半から11時半ぐらいまで練習で話をしてきました。うわー、ありがとうございます。お忙しい中なのに。ファンの皆さんの前にわざわざ来てもらって、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう地元の催しなんですけれども、どうですか、はい、トスで好きな場所とか好きな食べ物とかってありますか。そうですね、よく練習後とかにはこういろんなおうどん屋さんとかに行って、はい、食べてますね。食べて、はい、カツつけて。トスのうどん屋さんって結構おいしいんで、うどん。そうですね、トスさんは有名なんですけど、そうです、今日もね、はい、おうどん屋さんも来てるんですよね、はいはい、なんでよくうどんを食べてますね。なるほど。あれだけど出身っていうのはどちらなんですか。僕は大分の方。あ、九州ですね、はい、九州で、で、トスの方にはチームになってきたってことですよね。そうですね、はい、なるほど。今日何食べました。はい、今日練習終わって何食べました。うどん食べてきました。あ、うどん食べてきました。うどん好きですね。今日うどん食べられて、はい、改めて清武選手、はい、清武選手は、はい、ご出身は。僕も岸田と一緒で大分の出身。大分です、ね、はい、なるほど、うん、もう岸田とは、小学校から一緒で。そうなんですか。小中高大と、でまたプロから一緒で。あらら、はぁ、はい、なかなかそういうことないですね。ないです、ない、絶対ないと思います。仲いいんですか。いや、それはもう嫌いないの。ね、いや、わかんないですよ。わかんないよ、わかんない。わかるやろ、大体。たまたま小中高大プロまで一緒になっただけであって、仲がすごい悪いかもしれない。いや、ね、だけど、わかるやろ、大体立ち位置で。どうですか。悪いやろ。たまに一緒に寝てるぐらいですかね。ちょっと一緒に寝てる。勘違いするぞ、これ。清武選手、それはダメだ。いや、大丈夫、大丈夫。テレビとか流れてないから大丈夫。そういう問題じゃない。だから本当に仲もね、良くて、プロでも一緒ということなんですけども、はい、そのね、相手の、例えば清武選手は、試合戦どう思うとか、うんうん、プレースタイルとか、ここはこいつの一番いいとこなんじゃないかとかあったら聞きたいんですけど。そうですね、まあ、岸田は、本当に攻撃型のディフェンダーというか、はいはいはい、本当に日本代表でいうと長友選手のような、なるほど、運動量もあるすごい攻撃が得意な選手なので、まあ、そういうところを岸田は注目してみていただければなと。なるほど、なるほど。逆に、はい、岸田選手、はい、選手の、はい、こいつこういうとこ上手いんだよなみたいな、フランクにこいつこういうとこ上手いんだよな。やっぱりボールを持ったら本当に何をするかわからないという、こういろんなアイディアを持った選手なんで、やっぱボールを持たせると危険だなっていう、やっぱゴール前でボールを持たせたら危ないんで、やっぱサポーターの人たちにはゴール前で強敵がボールを持った時にはやっぱ何どんなプレーをするかっていうのを注目してほしいと思います。楽しみに見ると。危険っていうことは自殺戦をするっていうことですか。違いますね。違いますね、多分。今まで一試合的にまだ見たことあります。下がるのはないけど、今からするかもしれないですけど、何するか分かんないですからね。油断しちゃいけないとか。ちょっと気をつけてくださいね、それだけは。サッカーを始めた時期とかって一緒なんですか。僕は小学校1年生ぐらいの時から本格的に始めた感じですかね。そのきっかけっていうのは何か。きっかけは3つ上のお兄ちゃんがサッカーをやってて、で最初は全然一緒にこう遊んでる感じで始めたんですけど、まあ、そこからこう本格的に始めたのかなっていう感じだと思います。ということは清武選手も小学校1年生ぐらいから。僕は2年生からですね。ほぼ同時期ですね。ちなみになんですけど、僕らメタルラックはですね、小中高サッカー部だったんですよ。僕らも、はい、サッカー部だったんですよ。本当にずっと僕らも選手権までやってまして、はいはい、僕は佐賀県の佐賀商業という高校で。九州ご存知ですか。佐賀県で佐賀商業って高校があるんですけど、わかります。これやってたんですよ。そうなんです。今年27歳なんですけども、はい、まあだから何って話
ちなんですけど、まあ、ちなんでたんですよ、はい、ちなみにではアピール。ちなみにね、あの僕あの今スズメバチに刺されそうになりました。何の話してるんですか。そっちは本当にだからないんです。どこで来たんですよ。せっかく来てもらってるんで、喋ろうと思ったらうーんって飛びました。お二人仲がいいっていうことで、はい、逆に聞きたいのが、まあ、そのサッカー面含め以外でもいいんですけど、こいつのここが嫌だみたいなのがありますね。逆にね、もう包み隠さず、もうそのもうサッカーとかじゃなくて、ね、もう関係ない、もう普通の私生活でもいいです。そうそう、まあ、僕が結構、はい、ポジティブな性格というか、はい、あまり何も考えない性格なんで、まあ、岸田がたまになんかちょっとネガティブなんですよね。ネガティブなんですか。そうなんですか。ご飯食べてる、なんか美味しいご飯食べてる時でもなんか急になんかちょっと頭痛いわ。ネガティブじゃないよ。ネガティブとかそういう話じゃないですよ。本当に心配しなきゃいけないことでしょ。ちょっとなんかそういう時もこういう言葉はいらないし、たまにあるっすね。なるほどなるほど。大使ね、岸田選手言われてますけど、それ今日の昼の出来事なんですけど、僕はその時逆にその時逆にちょっとこうそれでもこう絡んでくるっていうか、こう、はい、めっちゃこう楽しくしようとするんですよ、その場を。あ、僕ちょっと頭痛いからこう静かに食べてるんですけど、なるほどなるほど。ってことはもうありがた迷惑ってことですね。なるほど、清武選手ありがた迷惑。そこまで言ってなかった。でもね、小中高一緒なだけあってコンビネーションバッチリですね。そうですね。あ、ちょっと聞いておきたいのが、あの本日ですね、あのブランドフェスタということで、さっきはミスコンテストやってたんですよ、うん、女性の 一応ミスソースコンテストで決めてたんですけど、はい、まあね、よかったらお二人のね好きな女性のタイプなんかね、あ、聞いちゃいますね。お聞きしたいね。それは聞いておきたいなと思うんですけど、京武選手もしあれば。そうですね、まああんまり喋らないんで僕、はい、喋らないくせにその頭痛いって言うんですね。ちょっとさっき違いますよ、はい、聞いたことと。岸田の前では喋るんですよ。女性の前ではあまり喋らないほぼですからね。だから、まあ、よく喋る人が用語喋りますよ。いいですよ。用語喋りますよ。用語喋りますね。今日一喋ってる。今日一喋ってる。僕なんかこっち全然見ないですから。それはそうでしょうよ。それはそうでしょう。よく喋る上がり子。対して岸田選手は、そうですね、僕はよく笑う。よう笑うんですよ。ちょっと待ってください。まだ話の途中なんで、なんでそんな自分をぶち込もうとするんですか。食い気味で入ってくる。それってもう真ん中から入ったじゃないですか。確かにね。よく笑顔が。そうですね。笑顔が可愛い。可愛い。じゃあもうちょっと聞いていいですか。じゃあ上村さん、僕ちょっと聞きます。逆に。何を。あのね、上村さんさっきは言ってるけど、ね、上村さんどうですか。おー、もうそれもうぶっちゃけいいですよ、ね、タイプとしてありかなしか、ね、どう思ってるかっていうの、ね、それは聞きたいですよ、はい、じゃあ言ってるの清武選手から、はい、僕はもう全然ありです、はい、ありがとう。今日一皆さん興味がない。全然興味ない。何を僕たちが見せられてるんだって裏で話してくれよ。さっき俺が一人で喋り寄った時に裏でじゃあ岸田選手は。そうですね、僕も素敵な女性です。わー、テンション上がるやつだ、これ。ナイシア上がってますよ。ナイシア、これから頑張ります。いや、頑張って。今日あのお子さんもたくさんいらっしゃってるんですよね、うん、はい、やっぱりこうサッカーを始めようかなって思ってる子とか、こうサッカーしてらっしゃる子もたくさんいると思うんですけども、うん、なんかアドバイスとかってないですか。あ、なるほど。サッカーをね、するにあたり。そうですね、まあ、サッカーはやっぱりチームスポーツで、11人いないとやれないことなので、うん、まあ、本当に近くの友達を誘ってやると本当に友達とも仲良くなりますし、まあ、それが本当にサッカーが上達するコツというか、そういうものだと僕は考えてます。なるほど、なりますね。岸田選手もお願いしましょう。今清田君も言ったようにこうサッカーはこう大人数でやるスポーツなので、やっぱ一人だけ楽しんでもダメですし、やっぱ一緒のチームメイトとこうみんなで楽しくやったらサッカーはもっと好きになると思います。きついことも一緒だと乗り換えられたりしますもんね、うん、でも実はどうですか、そういうメンタルをこう整えていくというか、皆さんやっぱりこう、ね、緊張したりとか追い込まれるシーンもたくさんあると思うんですよ、うん、そういう時どういう風に自分で乗り越えてます。そうですね、僕はやっぱりこうネガティブになるってやっぱさっき言ったようにあるんですけど、そういう時清武と一緒にいたらこうそういうのをちょっと忘れる時間とかあるんで、やっぱ僕のことをよく分かってるなっていう風には。なんかいいですね、最終的にもう2人がホモだっていうことに違うと違うわ。そういう話でしょ。仲間ですからね。こういうつながりでね。あと聞きたいのが、今言ってもね、僕らもうサガン鳥栖大ファンなんですけど、佐賀出身で、はい、今サガン鳥栖言っても上位争い、うん、本当にやってまして、まさに、ね、まさに、はい、今一時浦和レッズと勝ち点が9ぐらいですかね。
離れてるんですけども、そのね、チームの今の調子というか、そういったところを改めてね、皆さんの前で今こういった状態にあるとか、みんな今どんな状態なのかも知りたいんですけども。そうですね、まあなかなか、厳しい戦いというか、うまく波に乗れない戦いをしている中でも、チームの雰囲気っていうのは、まあ、とてもいいですし、まあ、その中で本当に選手同士のコミュニケーションというか、ミーティングもしっかりして、まあ、その全員が本当に優勝を目指して頑張っているので、まあ、これからも応援していただければなと思います。いや、いいのです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちら選手も、そうですね、やっぱりサポーターの皆さんの力が一番大切だと思うので、まあ、残り試合少ないですけど、ぜひスタジアムの方に足を運んでいただいて、一緒に選手とチームとこう勝利を分かち合えればいいかなと思います。直接言われたらそれ行くしかないでしょうよ。この前のね、ホーム戦も僕行こうとして、ね、電車乗ったんですよ、はい、電車乗って JR で乗ってたら、途中でですね、知り合いの人から中洲に今から飲み行こうよって言って、はい、突然降りるうちにそのまま博多で行っちゃいました。何の話をしてるの。最低、行ってないじゃないですかそれ。いらん話ですね。今来てくださいっていうお話なのに行ってないじゃないですか。行った見た、バーって並んどった見た電車の中で、ごめん中洲の方に。やっぱ本当になんか生で試合を見ることなかなかできないですからね、うん、こう赴いてやっぱ見に行く素晴らしいことですよね。いや素晴らしい、本当に一番応援力になるでしょうし、皆さんぜひ、ね、はい、応援に出かけてください、はいはい、お願いします。本当にね、お忙しいところ本当にお忙しい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうも皆さん大きな拍手をお願いいたします。このままじゃんけん大会、じゃんけん大会が、じゃんけん大会に、はい、行きたいと思います、はい、このじゃんけん大会もあれですか、ただするだけです。勝ったら僕の投げキスがもらえる。ないそんなの。それ誰も参加しないですよ。豪華で景品があります、景品があるんですよ。景品がありますよ。本当に豪華ですよ、オフィシャルグッズですとか、はい、ちょっとね、チケットですとか。あ、今ね、伊藤さんの方からはい、はい、ご説明が、景品の方は伊藤が、ぜひホームゲームに応援しに行こうということで、チケット、ペアチケット。おー、なんか落としました、なんか落としました。お店で待てないやつ落としましたよ、なんか。でもこれ嬉しいですね、本当に、うん、あとタオルもついてます。タオルもサイン入りです。サイン入りの、サイン入り、お二人の、お二人のサイン入りのタオル、僕も書いてます。いらねーよ、いらないです。お前でいらない、本当にいらない、僕も書いてます。あとは、あ、いろんなグッズですかね。かわいい、クッションブーブークッションですかね、あれは。あ、全部サイン入りだ。 T シャツですか。 T シャツ、またサイン入り。あ、これも全部もうサインが入っております、皆さん。貴重だな。今日 の、 あの景品っていうのは全部サインが入ってるんですかね。わー、色紙のサインもあります。素晴らしい、素晴らしい、豪華です。バイ、これこれ普通に僕も入りたいですもん。じゃんけんじゃんけん参加したいな。いや、ほんとダメです。じゃんけんするんで、じゃんけんをじゃあ皆さんしますので、皆さん前の方に、はい、お集まりください。はい、ぎゅーっと、はい、ぎゅぎゅーっと、ぎゅぎゅーっと。じゃあウィンドスクもじゃんけんしますからね。前の方に出てもらって、はっ、じゃあ皆さんね、ウィンドスクとじゃんけんしますんで。ウィンドスクずっとパーです。ウィンドスクずっとパー。ちなみに1位は3名、はい、3名になります。もっと前の方どうぞ。じゃあせっかくなんでね、選手の方にじゃんけんさせてもらいたい。わけわからない、前に来た人もいるかもしれないですけど、どうぞ。かなり多いからな、これ。あ、蔵出し屋さんもね、よろしいですか、皆さん。蔵出し屋さんはね、もう店空っぽです。店員さん全員来てますね。チャンスですから、皆さん、ぜひ参加していかれてください。チャンスですよ、今。蔵出しさんの方行くとね、あの明太子食べ放題です。自身の両親でね、ここからは負けた人はちゃんと負けたって言いましょうね。はい、ルールはちゃんと守りましょう。アイコンも負けですか。アイコンも負けにした方がいいんじゃないでしょうか。あの、勝った方だけ、ね、はい、勝った方のみね、はい、じゃあ1回目のじゃんけんに参りましょうか。はい、じゃあどっちからいきます。じゃあ岸田選手から、はい、参りたいと思います。いきますよ、最初はグーからいきますね、はい、最初はグーじゃんけんぽい。結構残ってますね。結構いらっしゃいますね。おー、残ったまだ残っておりますよ。残ったさあ、続いてまいりましょう。パーの方、手を挙げてください。手を挙げてくださいね。じゃあ、はい、2回戦に参りましょうかね、はい、いきますよ。最初はグーじゃんけんポン。グーの方、グーの方、そこ来てグーの方、グーの方、前にいらっしゃってください。グーの方、いらっしゃってください。前の方、グーは前の
ったね、グーの方だけ前の方に15人ぐらい残ってますね。だいぶ絞られたんじゃないですか。グーの方真ん中にお願いします。前の方がね、2名残ってます。3人中2名残ってます。勝った方だけ前の方にお願いします。はい、あ、でももう10人ぐらいですね。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょうか。はい、最初はグーじゃんけんぽん。はい、チョキ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 残り、チョキ残りです。お子様からお母様まで負けた方よかったらね、ちょっとちょっとお分かりでないからごめんね。ごめんなさい、後ろの方に負けた方たちは改めてチョキ勝った方手を挙げてもらっていいですか。じゃあこの方と何名までしてるんですね。じゃあ行きましょう。じゃあもう一回行きましょうか。3名なんで、はい、勝った方に行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい。グーチョキ、チョキのポイ、お、ゼロ。ちょっと待って、止まって、止まって、止まって。さっきの最後まで残ってた人たち、もう一回。最悪僕がもらいます。ダメです。はい、ダメです。チョキはいらっしゃらなかったんですか。チョキゼロでしたね。もう一回、チョキがいなかったんで、やり直しです。もう一回行います。いいですか。最初はグー、じゃんけんぽん。手を止めて、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 お、4人、1、2。じゃあ、グーの子、グーの人は前に。じゃあちょっと。ごめんね、負けた方はちょっとだけね、真ん中に来るんで、端っこにね、ごめんね。よし、勝っただけ行こう。1、2、3、4。ごめん、勝った勝った方、改めて手を挙げて、はい、1、2、3、4、5、6。6人負けちゃった。勝った、勝って、残ってる。あ、残ってる、どうぞ。じゃあもう、前の方にじゃんけんしてもらえますか。そうですね。はい、はい、皆さんで。あ、そうか、そうか、決めたいと思います。はい、じゃあね、あと1、2、3の順位を決めます。はい、順位をどうしましょう。これはじゃあもう一回しますか。1位が3人、ね、はい、3名決めたいと思います。はい、もう一回じゃんけんしましょう。1位の3人を決めます。はい、最初はグーじゃんけんポン。初期の方、あ、パーか、パーの方だけ残ってください。パーの方、4人ってこと、あ、4人。じゃあこの方たちでじゃんけんしてもらいましょうかね。4名でじゃんけん。はい、あ、すいません、あ、ごめんね、こっちに来てみます。はい、じゃあ4名、皆さんでじゃんけんをしてください。はい、最初はグーじゃんけんぽん。はい、あ、あ、まだアイコですね。アイコです、アイコです、アイコです、アイコです。一回出して止まりましょう。はい、出して止まりましょう。パーの方がいました。すいません、行きますよ。最初はグー、あ、もう一回いいですか。もう一回いいですか。すいません、最初はグーじゃんけんぽん。止めて、止めて、アイコ、アイコでしょ。止めて、アイコ、あ、お、決まり、1等1人決定、おめでとうございます。1等が2人、あと2人1等賞ができますよ。最初はグーじゃんけんぽん。ストップ。はい、じゃあもう1等決まりですね。じゃあ上に来て、1等3名、こちらに来てください。上に上がってきてください。どうぞどうぞ、こっちからどうぞ。1等の選手の方から直接、おいでおいで、選手からもらったら1等賞もらえますよ。はい、おめでとうございます。拍手とかしとかなくていいかな。拍手、拍手、拍手。わー、やった、かっこいい。試合もね、ぜひ。ちょっとへこんでますね。じゃあまだ、へこんでます。あ、こっち、あ、どうぞどうぞ。はい、やめなさい。はい、知らないですね、僕の拍手はね。おめでとうございます。おめでとうございます。拍手しとこう、拍手、拍手しとこう。せっかくだから。ほら、こんなことないよ。すごい照れてるけど嬉しそうですね。ちなみに僕の握手は無視されました。さあ、1等、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。握手、握手、ちょっと待って、おめでとうございます。これ嬉しいですよ。選手の方が直接、2等の方いらっしゃいますか。2等の方、さあさあ、はい、どうぞ上がってください。続いて清田選手、よかったら直接ね、渡してもらって。2等の商品は、2等商品、2等の商品よろしいですか。2等の商品は僕の投げキスと、はい、サインですかね。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあ、続いてはありがとうございます。もう一名いらっしゃらなかった、お父さんが。いや、いらっしゃらなかったですか。あ、はいはい、お父さんが。いやいやいや、続いてこれ3等ですか。3等、うん、はい、クッション、サイン入りクッション、はい、おめでとうございます。拍手は大丈夫、下がいいよ。ありがとうございます。おめでとうございます。こちら、あと何個あるんですかね、景品の方。あと3枚、これ決めましょうか。じゃあ今から、じゃあもう一回フラットな状態から3名絞りましょう。はい、絞りたいと思います。じゃあもう一回選手が決定してもらって、はい、もう一回しますんで、色紙3枚。
まずはどうぞ前の方に、どうぞ参加する方前の方に。あと3名分あります。3人いっぱいあるけど3名3位入り色紙。これはまた倍率がすごいですな。すごいですね。行きましょうか。さっき負けた方もどうぞ。はい、ではじゃんけん参りたいと思います。いいですか。もういきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。勝ってる。パーの方も勝って、ほら結構締まりましたね。はい、パーの方、はい、かわいい。パーの方は前の方に、はい、さあさあ、はいはい、ではでは続いて参りましょう、はい、パーの方のみいきますよ。最初はグーじゃんけんぽい。チョキパーの方、パーの方、スタジオじゃない。あ、来た、やよいが丘のね、はちみつ屋さん。あ、いや、何人かいます。もうちょい前の方に、パーの方前に来て、パーの方に、パーの方に、ちょっと集まってください、真ん中に、はい、今チャンスです。はちみつ屋さんも空になりました。あ、今 4人手が残ってるのは5人かな。さっき勝った人手挙げて。5人かな、勝った人。6人、6人でいきましょう。じゃあこの6人でいきましょう。はい、よし、じゃあ6人で、はい、6人じゃんけんしたいと思います。よし、行こう。勝った3名だけ、はい、勝った3人がもらえます。行きましょう、はい、最初はグーじゃんけんぽん。ストップ。あ、パー3人、3人決まりました。どうも決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ選手の方へ。今日は蜂蜜売りに来た甲斐がありましたね。よかったですね。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。いやー嬉しいよ、これは。これは嬉しい。はちみつ屋さんもおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。社長が働いてます。はちみつ屋さんもほったらかしです。社長、こうやってね、ファンの方と触れ合う機会もなかなかないと思う。貴重ですね。貴重ですよ、本当に。皆さんすごい喜んでらっしゃいましたね。ございますけども、宝物ですよ、これ。宝物、これは一生で、もう多分ね、奪い合いの喧嘩が始まると思うんじゃない。子供たち勝った人のものですからね。はい、戦略でございますから、ね、本当にお忙しいところで、ね、ありがとうございます。皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆様、本当に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました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 。ちょっと正直僕も興奮しましたからね。盛り上がりますね、やっぱり。はい、生でこう選手を間近で見れるっていうのは嬉しいですしね。盛り上がったところで、まだまだステージは続いてまいります。